はい、こんにちは、八木下です。いやー、待望のこれ来ました、ステディメイト S。 早速これの開封とセッティングをしていきたいと思います。さあ、開けていきましょうか。これは何かっていうと、 DJI のロニン S ですね。これ用に作られたステディカム、正真正銘ティフェンのステディカムのベストとアームが使えるというセットですね。今回届いた中身はこの2つの箱のセットですね。大きい方から開けていきましょうか。これベストのパーツですね。作りもしっかりしてますね。そして、はい、ベストと、そしてマニュアルとアームですね。あともう一個のこっちの箱を開けていきましょう。よいしょ。はい、ジンバル周りのパーツですね。ウェイト関係がいろいろ入ってますね。ちょっとこれはマニュアル見ながら組み立てていかないとって感じですかね。こんなパーツが、ステディカムソロアーム&ベストユーザーズマニュアル。これステディカムソロのものと同じってことなんですかね。ベストとアームが全部英語のマニュアルですね。ちなみにこれ購入は一応正規代理店の銀一さんで購入しました。こちらですね。で、あらかじめカメラ用にバランスは取ってあるローニンエースですね。ここにアームがつくと。ちょっとマニュアル見ながらやっていきましょう。まずこれですね。ステディカムロゴを上向きにしてここを挟んでやると。これ付属の六角もあるんですけど、これ 3mm の、まあ普通のね工具の方がやりやすいんでこっち使っていっちゃいますね。軽めに締めて、反対も、こっちから入れて下はこっちから行かないといけないんだ。はい、とこれで奥まで入るとこまで行ったら強く締めてやると。よいしょ。ちなみにこれ多分なんかゴムのパーツついてたんですけど、これ多分ローニン S じゃないやつ用についてるパーツのようにマニュアルでは読み取れるんですけど、これすごい、なんかこれは樹脂っぽいのでできてるのかな。金属じゃないですね。樹脂っぽいのと外側は金属で、動きがすごい滑らかで、またこれも同じネジですね。普段移動の時とかどこまでバラすかっていうのもちょっとやりながらって感じですよね。反対側もステディカムだと専用のバッグとかねあるけど、これは特にそういうのはないんで。よいしょ。こんな、こ
これをセンチュリーの先っぽにつけてセッティングに使ってくださいっていう話ですね。一応こういう小さいセンチュリーにつけてみました。ちなみにセンチュリーもウエイトも銀一製ですね。もう根元のウエイトの組み立てですね。ある程度先に締めて置いてからこれを入れると、これがスムースでいいんじゃないですかね。でまあ左右均等ぐらいなところにして締めると、うん、動かなくなった。マニュアルと同じ組み方でウエイトをつけてみましょうか。同じっていうかこれ全部ついてんのか。でこうなると、結構な重さですね、全部ウエイトがつくと。ウエイトできましたと。このウエイトをちょっとつけていくんですけど、でこの足をこの下のネジの真ん中にネジ穴があるんでそこにつける感じです。よし、はい、でついたと。カメラを、今日は α7R4 ですね。よいしょ。一応この単体でローニンS単体でバランスはすでに取ってあるんで、ちょっとこの前後の位置だけねちょっと見てやんないと。はい、これでバランス取れた。うん、下が重すぎませんかっていうことですよね。明らかに重いですよね。半分にしてみましょうかね。ちょっと一気にこれだと、ほらこれでもウエイト多すぎですよね。これでいいんじゃないの。何もなし、この棒だけ、芯棒だけ。ねえかなり重いもんまでいけるってことですよね。そしたらこれがちょっと電源入った状態で前に傾いてるんで、この芯棒を後ろにやるとバランスが取れる。っていうそんな感じでいいのかな。続いてベストですね。まあ、これが背中側ですよね。これが。で、これがお腹側。で、ここに。アームがつくんでこういう感じですね。うん、まあ、こういう形ですよね。ちょっと調整だな。腰の位置もう一個下げてもいいかな。ウエストの高さこんなかな。
いかな。でアームですね、これもこんな感じで、お、一回抜かないとダメか。ここにはめて、よいしょ、うん、これで入りましたと。アームをベストに入れてやると。で、ネジをこの上下のネジの締め具合で垂直を見ると、こういっちゃうってことは、うん、まあ、こんなもんで良さそう。よいしょ、よし、よし、正面がこっちか、うん、はいはいはい、ちょっと弱くしすぎちゃった。よし、もうちょい、はい、というわけで組み上がった状態で、まあ実際に装着するテストといいますか、まあこんな感じでできましたよと。一番上のホックも外した方が楽ですね、こうやって見るとね。だから肩のところと脇の下と後ろのウエストのところのホックを締めると。で、アームですね。横から刺してもう調整終わってるんで、締めたり緩めたりするのは下のネジだけと。で、手離しても動かないっていう。で、これスタンドもっと高い方が楽ですね、センチュリーね、こうやって見ると。で、できましたと。まあ、そんなに時間かかんないですよね。で、ちょっとうちの廊下で試してみましたけど、まあ開封した翌日ですね、まあ1日2日でこんな感じですけど、まあ、もう少し練習は必要かなっていうふうに思いましたね。で、これ地元の神社ですね。この段差も幅が均一じゃなかったりして、そんな歩きやすいところじゃないですけど、このあと女優使ってテスト撮影する準備もありますんで、そちらの方もご期待ください。今日は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。